はい、こんにちは、てちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日から新しいイベントが来てますので、それをやっていこうかなと思っております。では行きましょう。よし、そろそろポチャッカ村に向かおうか。一年一度のハロウィンパーティーを思いっきし楽しむの。今年はかぼちゃのスイーツが食べ放題、待ちきれないわね。竜源の舞姫マーニャ、こういうキャラクター昔からいたのかな。マーニャ、さっきからずっとお腹鳴っていたもんね。たくさん食べれるといいね。この日のために衣装を新調して、朝から何も食べてないんだから、言われなくても限界まで堪能するわよ。マーニャの衣装はとても素敵なの。レディーな大人って感じで憧れちゃうの。そうかな。そうだね、いつもより雰囲気が出てて、ハロウィンにはぴったりだよ。ありがとう。でも今は話してる時間はない、惜しいわ。早く会場に行きましょう。かぼちゃのスイーツ、待っていなさい。言いづらいね。なんていうの、舞姫マーニャでいいの、幽玄マーニャでいいの、それと三河市マーニャでいいの。三河市マーニャでいいか。はい、というわけでイベントやっていきましょうか。スイーツパーティー、サブタイトル何。スイーツパーティー消えたドデカボチャを終え開催。クエストをクリアして、キョンシーゴーストの中、このキョンシーゴーストがすごいな、気になる。うん、神殿用に9マス射程の、9マス射程じゃないわ、9マス範囲の、技を覚えてるか。まあ、あって6だろうな。まあ、しょぼければ3マス。頑張ってくれて6マス、がっつし頑張って9マスっていう範囲攻撃を出してくる。だこいつが気になる。で、移動4からのね。移動4はありそうだけどね、なんとなくね。クエストをクリアして報酬を獲得しましょう。キョンシードールを集めてアイテムと交換いたしましょうということです。行きなさい。初回仲間になりますね。で、このキョンシーに関してはまだ性能が出てないので、見ていこうかな。なんでスイーツが一つも用意できてないのよ。お、落ち着いてくだされ。先ほど申し上げた通り、昨晩ドデカボチャが姿を消したのです。パーティーのために村の畑で丹精を込めて育てていたのですが、一つ残らずなくなってしまい、この日のために火事の我慢して衣装まで用意してきたのに、犯人はどこよ。それが畑の近くには足跡などが一切なく、私たちもお手上げ状態でして。そんなことあり得るの？本当はどっかに隠してるの？独り占めしようとしているの？な、私たちを疑うというのですが、お客様とも言えば許されませんぞ。うわ、喧嘩が始まった、てっちゃん、落ち着かせようっつっていきなり戦闘になるっておかしくない？この流れ。それで流れになる。止めたいんだからさ。まあ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 、じゃあ、これ殴ってさ、分からせるみたいになっちゃってんだよ。それが良くない。で、マーネに関しては、見かわしがある。し、エンハンス持ってるし、キューマスあるし、素早さあるし、もう最強近くなってくんじゃない？まったく私たちも被害者だというのに、みんなビリビリしてるね。あれ？マーニがあっちの畑の方で地面に這いつくばっている。何してるか見に行こう。地面、何、匂い嗅いでんの？足跡の。マーニは何してるの？わずかな足痕跡を探しているのよ。見落としている何かが絶対にあるぞ。絶対に。水晶落ちてたらどうするんだろうね。妹のさ、ミニアが疑われるんだけど、水晶落ちてたら。すごい執念だ。数十分後。これはカボチャの食べかす。あっちのジャングルに続いているわ。このところにジャングルがある。おかしいね。本当はこんな小さい食べかす、よく見つけたね。マーニャでかしたの。犯人捕まえてカボチャを取り戻すの。まあ、イノシシあたりじゃないか食べてんの。あ、でも、キョンシーってどこ出てくんの？これでいきなりキョンシーが仲間になるって設定おかしくない？これ、なるよね、ここでなるもんね。だって。あれ、なんなかった？あれ？初回？あれ？母体はいつ？あ、あれだ。4話目だ。4話目でキョンシーが仲間になるって感じになってるな。あ、初回はあれだ。
覚醒素材みたいなのがくれるようになってんのか。あー、優しくなったね、運営さん。どうした？結構奥まで来たね。じゃあ、キョンシー、あいつが食ったんだな。食べカスを見失わないように慎重に行きましょう。なの？食べカスの先にモンスターがいるの？ハニーあいつか。ちょっとたった今慎重に行こうって言って、いやいや、違う。犯人見つけるまで慎重に行こうだから。見つけたから慎重に行こうじゃないんだよ。分かってないな。てっちゃん早く来なさい。あいつらを捕まえるわよ。ダメだ。空腹のせいか、周りが見えなくなっている。ひとまずマーニャに付き合おう。スラックとかは分かってない。犯人見つけたらもう全力ですよ。ボッコボコですよ。なんだこのベビーは。こんなやついたっけ？ドゥグン。そして今日の動画撮ってる間に落ちるかどうかがまたポイントですね。あんたが畑のカボチャを盗んだの？誰だ？ああ、出てきた。キョンシーゴースト。もう、なんとか言いなさいよ。きっとこの札のせいで喋れないの剥がしてやるの。キーなの？急に暴れ始めたの。そういえば、キョンシーゴーストのお札を剥がすと、凶暴化するって何かで見たような。スラックと、そういうことは早く言うの。キーうわー。話を一個挟んで、キョンシー戦だね。お札。お札がもらえるんだ。ドロップ。マーニャのセンス。なんとか逃れたの。食べかすの痕跡も見失って、走ったせいでお腹も空いてもう限界。二人ともパーティーのためにご飯を抜いてるからね。無理もないよ。あら？青いかぼちゃがここにあるじゃない。ちょっと柔らかそうだけど美味しそうね。本当なの？かぶりつくの？二人とも目の前にいるのは僕だよ。頑張って意識を保って。いただきまーす。すんすん。これはカボチャの匂いね。どういうこと？私も今あっちから匂い感じたの。え？カボチャの匂いなんて全然しないけど。モナン、カボチャの匂いをたどるわよ。うおーなの。うわ、魔物に激突してもお構いなしだ。てっちゃん急いで二人を追いかけないと。で、戦闘になるという。どういうストーリーですか？悪いのはこっちなんだけどな。ノラのモンスターに迷惑かけてんだから。通り道を開けるようにじゃあモンスターを駆除しようっていうようなもんじゃない、この流れは。スンスン、こっちよ。鼻をひくひく、ひくひくじゃないか。はあ、本当にこんなところカボチャがあるの？ほら、やっぱりあったわ。この大きさはドデカボチャね。あたり一面ドデカボチャなの。早く食べるの。空腹の力ってすんごいな。ジャングルの奥の奥にあるなんて、村のみんなが知らないのも無理はないね。見て、あっちのドデカボチャ。キョンシーゴーストたちが食べ散らかしてるわ。こっちに見向きもしないでずっとむしゃむしゃしてるの。ハドコのドデカボチャを盗んだのも、あいつらかもしれないわね。行くわよ。なんならキョンシーがさ、カボチャを育てた感があるよね。さあ、ついにベールを脱ぐキョンシー。このゴースト自体がもう何匹目？ 5 匹目ぐらいいないか。ハドコのドデカボチャも美味しかったけど、こっちのも悪くないね。
あっちのは大きくて甘かったけど、俺は天然物のドデカボチャが好きだな。ワイルドの風味が好みなんだ。やっぱりあんたたちが犯人ね。畑っていうのはボチャッカ村の畑よね。ボチャッカ村？ああ、多分そうだな。外にはたくさんドデカボチャがあったから運びながら食べてたんだ。まあまあだったな。まあまあね。この野郎。マネからドス黒いオーラが。なんだ、もしかしてお前たちだったのか。でもドデカボチャに名前なんて書いてなかったし、傷つかなくても仕方ないよな。私たちがどれだけ楽しみにしていたか、その身をもって知りなさい。でも逆にさ、畑で育ててないいいカボチャがあるんじゃないの。まあまあだったでしょ、こっちのボチャッカ村のカボチャは。おいおい、そんなに怒らなくてもいいじゃないか。また収穫すればいいだけの話だろ。どれだけこの日を待ち望んでいたか、あなたたちには分からないでしょう。だから体に叩き込んであげれば、これは私たちのスイーツへの思いよ。はい、1回目マーニャが単価を切ったところで1回目落ちました。これさ、落ちたってさ、なんか現状回復しなくない？これ言ってくれるかな、さっきの続きに。最近ね、なんかもうクエストがね終わっちゃってるんだよね。で、報酬もゲットしてるから、まああんま問題、あ、これ戻ってくれたか、あんま問題にしてないけど、リザルト画面で落ちるんじゃなくて、途中で落ちてもなんか報酬ゲットしてる感じがあるんだよね。さあどうなった、こっからね。はい、行きなさい。すいませんでした。この残ってるドデカボチャ全部もらっていくわよ。ふぬぬぬぬ、重すぎて村まで運べないの。あんたたち黙って見てない、手伝いなさい。でもそれじゃ俺たちが食べられなくなっちゃうし。いい？このドデカボチャを使ってボチャッカ村でスイーツパーティーを開催するの。運んでくれたらあんたたちにもそのスイーツを分けてあげる。言っておくけど絶品よ。は、運びます。確かさ、魅了を持ってたよね。マーニャ。そうだよね。高確率魅了だよね。しばらくして。持ってきていただいたドデカボチャで絶品スイーツをたくさん作りましたぞ。皆さん召し上がれ。美味しいの最高なの。頑張った甲斐があったの。はぁ、至福ね。ただでさえ美味しいドデカボチャ、こんなに美味しくなるのか。俺たちで独占してる場合じゃねえ。ここらは、これからはこの村にドデカボチャを運んでスイーツを作ってもらうぜ。おお。その後ドデカボチャを使ったスイーツはボチャッカ村の名産品となり、グルメの訪問が後を絶たないという。ストーリーはこれでおしまいかな。まだあるかな。まあ、あとこのキョンシーゴーストのね、性能を見たいっすね。さあどうだ、なんか終わりっぽいかな。2章あんのかな。ないか。ないっすね。じゃああと仲間を見ましょう。こうしてこうして、移動はやっぱ4だね。移動4の、栄章準備、びっくりドデカボチャ3マス。ほら、やっぱりな、キョンシーフラッシュ、6マス。まあ、6マスだったら、まあまあですね。で、まれに毒混乱にするって技か。まあ悪くないですね。で、火力はどのぐらいかはちょっとわかんないけれども。で、あとは、ここだ、覚醒していくと、威力、ゴーストムーブ、ステージ内の敵、障害物、すり抜けて移動。あ、これはいいですね。戦闘開始、三河市率を大幅アップ。うわー、40% だ。いいっすね。で、あと、素早さがどんなもんかだね。あとは、威力あれ。で、復活の札。戦闘開始時、自動復活状態になる。うわ、これさ、強いよ、多分。
このキョンシーは強い。うん。三河市 40% の自動復活、で、障害物すり抜け。そこら辺の S は抜いてると思うね。うん。で、あとはこの辺の火力。技の火力だね。このキョンシーフラッシュがどんぐらい出るかだな。うん。これはやる価値あるよね。で、やることなければ詠唱準備すればいいんだもん。はい。というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。